ペースノートの例ペースノートとはモータースポーツ用語でラリーに使われるタイムトライアル区間の情報を記載したノートである。ラリーの競技は基本的に主催者から配布されるロードブックで指示されたルートを走行する。ロードブックには走行距離や進行方向などを記した略地図がおり日本ではコマーズとも呼ばれる。スプリントタイムを重視するラリーでは 交通を閉鎖した道路でタイムトライアルを行うスペシャルステージと呼ばれる区間が設けられる。その総延長は数百キロメートルに及ぶこともあり、整備されたサーキットを周回するレースとは違って、ドライバーがコースのすべてを暗記することはほぼ不可能である。そのため、本番前の思想と SS の詳細な情報を書き込んだペースノートの作成が認められる。デッキ中、 ドライバーは法定速度内で運転しながらコース上の注意すべき点を読み上げていきそれを隣に座るコドライバーがノートに書き留めておく2回目以上の劣記が許されている場合今度はコドライバーがノートを読み上げドライバーが訂正箇所をチェックしてノートを修正する本番の SS アタック時にはコドライバーがノートを読み上げドライバーはその情報を頼りに全開走行することと なる。ペースノートの正確度は競技の成績を左右するだけではなく、乗員の安全にも大きく関わる。なお、SS 以外の移動区間では、ペースノートは使用せず、ロードブックに従い法定速度で走行する。ロードブックとペースノートは、根本的に用途の異なるものであるが、メディアによって、しばしば混同されることがある。ペースノートは、B5 サイズ程度の横行のリングノートが、 一般的、SS ルートの流れに沿い、簡略な文字、数字、記号を組み合わせた、速記のような形で情報を記載し、1ページずつ、めくりながら読み上げていく。どこまで進んだか混乱しないよう、大きめの文字サイズで書いてある。ペースノートの書き方に提携なく、各クルーは思考を凝らした、ペースノートを作成する。書き込みや読み上げに使う言語も、各クルーの母国語であったり、 共通言語の英語であったりと様々である。また、激しく揺れる車内での視認性を上げるために、レッキと本番アタックの間に清書したノートを作成する、クルーもいる。上級レベルでは、事細かな情報が書き込まれるが、初級レベルでは、混乱を避けるため情報量を少なくすることもある。レッキ走行に不慣れな入門者には、主催者からペースノートが配布される場合もある。 最高峰 WRC レベルのワークスチームでは、未補走路や凍結路面の状況を調べる専門クルーが競技、前にペースノートのコピーを持って SS を偵察走行する。小ドライバーはこれらのクルーと携帯電話で連絡を取り合い、ッ記事とは異なる最新の SS 情報をペースノートに加筆する。一例として、ペースノートに記載される内容は以下のようなものがある。 この他にも記載される要素は多岐にわたるが、ドライバーが瞬間的にイメージしやすいことが重要であり、デッキと SS の走行速度差にも配慮する必要がある。ペースノートを作る力、読み取る力は、ドライバーの感覚や経験による面があり、純粋な運転技術とは別の技量が求められる。また、小ドライバーは、ドライバーと距離感覚を合わせ、 適切なタイミングで聞き取りやすいように情報を伝える。必要がある。82R34RSH4L、キンクス138アーベルグフラット40、バンプ KR5L プラス 6R、C52 カット20、ブリッジ 5L4。ありがとうございます。